いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2010年モデルロールスロイスゴーストをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーに若干の飛び石と左フロントのドアに小さな傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約3万キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はダークインディゴ、インテリアはベージュレザーの組み合わせとなっております。世界最高峰のラグジュアリーモデルロールスロイスゴーストでございます。ファントムとは異なり、ドライバー志向の強いモデルとして人気を博しております。またシアターコンフィギュレーションやシートヒーターをはじめ、ロールスロイスらしい快適装備も充実しております。ヘッドライトにはキセノンヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 6.6 リッター V12 ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は570馬力を誇ります。アルミホイールはオプションで21インチのアルミホイールが装着されており、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されており、デザイン性に優れております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。ゴーストでございますので、トランク全体十分な容量を確保しており、全体的に使用感もなく綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはベージュのレザーシートが採用されております。運転席側若干の使用感はございますが、その他大きな傷汚れ等はございません。ではエンジン始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、クルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギア入れていただきますと、バックカメラも装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。またエアサスペンションが搭載されておりますので、上質な乗り心地を実現しております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますし、後部座席にもリクライニング機能が搭載されております。さらにはシアターコンフィギュレーションも搭載されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます。また後部座席にもシートヒーターが備わっております。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2010年モデルロールスロイスゴーストをご紹介させていただきました。走行距離約3万キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。市場でも高い人気を誇る世界最高峰のラグジュアリーモデルゴーストでございます。シートヒーターやオプションのシアターコンフィギュレーションなどが装備され、より一層快適なドライブをお楽しみいただけます。さらに走っては570馬力を発生させるエンジンが搭載されておりますので、ドライバーズカーとしてもお楽しみいただける1台です。内外装の組み合わせが非常におしゃれな1台でございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。